今回はガールズバーに強い弁護士こと、吉原弁護士について話していきます。吉原弁護士のやらかしの詳細については、吉原高明元リバーズエコ顧問弁護士、という再生リストを見てください。さて吉原弁護士に関する、とんでもない事実が、また明らかになってしまいました。吉原弁護士はもともと、知財専門の弁護士なのですが、リバエコの商標登録に関する仕事すら、まともにできていなかったことが判明しました。リバエコの商標登録の件で、冠婚葬祭に関する商品や、メガネ、寝具などの、リバエコが販売していない、無関係な商品が、なぜか大量に申請されていました。リバエコはもともと、リサイクルや資源の循環を重視している企業で、そういった商品は取り扱っていません。無関係な商品が大量に申請されている一方で、リバエコが販売している商品が申請されていませんでした。例えば家電や基盤アクセサリーなどについては申請がなされていませんでした。しかも吉原弁護士の名義ではなく、吉原弁護士が小川社長の名義で申請したため、全ての責任を小川社長が負うことになります。そのため一度吉原弁護士に高額な料金を支払っているのに、吉原弁護士の尻拭いのために小川社長が再度お金を払うことになりました。別の弁理士に依頼しています。吉原弁護士はしきりに、私はちゃんと仕事をやっていた、という趣旨の発言を繰り返しています。しかし弁護士歴11年で、さすがにこれはひどいのではないでしょうか。しかも彼は知財専門の弁護士です。リバエコが販売している商品を、意図的に申請していなかった可能性もあります。インターネット方面に強い弁護士事務所や、弁理士なども、吉原弁護士の仕事のガバガバさに、困惑しているそうです。この件に関して、次のようなコメントもありました。引用します。今、ライブ聞きながら、特許庁の商標区分一覧見てきましたが、一見すればわかるように、今節丁寧に記載されてました。素人でも時間かけて読めばわかるくらい、曲がりなりにも専門家がこんな間違い方するとは思えない。吉原弁護士は、弁護士は他の仕様がやることは全部できますから、と息り散らかして他の仕様を見下すような発言をしていました。しかし自分が見下していた弁理士にドン引きされるという、さすがガールズバーに強い弁護士こと吉原高明です。申請すべき商品については事前に散々説明を受けています。そして吉原弁護士はリバエコの子さんリスナーなので、リバエコが販売している商品を把握していないとは考えにくいです。不要なものが大量に申請されている一方で、必要なものが入っていなかったのです。とある弁護士の話によると、吉原弁護士と同じ時代に司法試験に受かった弁護士はヤバいやつの割合が高いとか、全員がそうというわけではありませんよ。当時は弁護士が足りていなくて、司法試験を緩くした結果、本来は弁護士になれなかった人まで弁護士になってしまい、その結果質の低い弁護士が一部試験を通過してしまったと。ちなみに吉原弁護士はその世代にドンピシャです。弁護士は仕事を引き受ける際に委任状を必ず作らなければなりません。しかし吉原弁護士は委任状を作っていませんでした。理由はよくわかりません。商標の時のように責任から逃れるためでしょうか。なお弁護士が委任状を作らないというのは懲戒事由に当たります。というわけで吉原弁護士は知財専門の弁護士でありながら、自身の専門分野である商標登録の仕事を途中で放棄し、申請内容も不備だらけで、お金を払わせるだけ払わせて途中で仕事を放り出してとんずらする男なのです。小川社長は他の弁理士に依頼しているので、商標登録に必要な料金を2回払っていることになります。はぁー、袖固め息。最後までご視聴ありがとうございました。